大見県市葬儀経営者、夏川義久寺経営者側の反論文を記した、垂れ幕大見県市葬儀は、1954年6月2日から9月16日までの105日間に、わたり、大見県市防石において発生した、大規模な労働葬儀。同社は、自社経営の大見高等学校生徒を、公員のように使い、市が労働基準局から摘発されたのをはじめ、公員が、 彦根高等学校に入学したところ、大見高校への転校を強制したり、女子は結婚すると退社、男子も結婚すると転勤で、結婚すると退社か別居しかなく、本社200人中家族と同居しているものは、専務一人だけであった。また自宅通勤者もほとんどなく寮生活を強制していた。寮では、従業員教育として、二日間での礼拝が強制された。 本節中の記述は全て1954年。革新政党や前線同盟の全面的支援という要素が大きかったものの人権葬儀と呼ばれたように経営側の労働三権をはじめとした基本的人権を無視した戦前以来の前近代的な労務管理の継続に対しては従来から不当労働行為として当局の警告を受けていたのを 経営側が無視していたことに加え、さらに多数の未成年女子防籍校を含む労働者が、こうしなき牢獄に置かれているという実情が明らかと、されたことや会社側の弾圧に対する抗議の自殺事件まで発生するに至り、世論の同情を強く集めたことが、労働組合側の勝利の背景にあったとされている。ありがとうございます。